つもありがとうございます。パーソナルブレイクでごまさんですね。ローマ字のごまさんですね。はい、 NPB 一つですね。あとまあ用品等ですね。発送は明日月曜日になりますので、お受け取りよろしくお願いします。ようやく GB の方も今、6回分まで終わってるから、まあ約300スポット分を発送したのかな。もうちょっといってるかな。310スポット分ぐらいまで発送は完了して、あと2回再分ぐらいなんですけど、いや、やっぱりちょっとまあ時間かかりますね。はい、村上さん、あ、リフだ。大成さんと青リフの坂倉さんですね。まあ難しいとこなんですよね。売り切れて開催しないって言ってもありなんですけど、まあ海外だと結構そういうパターンも多いんですよね。売り切れてんだけどやらないみたいな、発想が追いつくまでみたいな。うん、はい、シンク。まあただ店長の性格上、埋まったらすぐやるという、はい、性格ですので。ディフィニティブも今日ちょっと夜ね、時間を特定しちゃうとこうね、同時接続がうちのホームページでも軽く2000ぐらいいっちゃうんで、そうするとこうね、やっぱりその中から買える方が24スポットですからね。まあただ世界一安い安価な価格でね。あ、これは通常か。あ、通常だ。はい、逆さになってるだけでした。まあ前に GB やってたことも、そうですね、うん、世界一安価な価格でやっててもやっぱりね、よいしょ、はい、いろいろ言われるもんですよ。まあそれがちょっとまた大きくね、声が大きくなってきたら途中でやめちゃおうかなと思ってるんで、今回も、よいしょ、はい。まあ海外 GB 好きな方もいらっしゃいますからね、自分の影響力が減ってくるっていうの、国内の GB がね盛り上がってきちゃうとね、敵も多いですから、その辺ね、やっぱりお客様のご協力があって成立するもんですからね、グループブレイクは。なかなか難しいですよ。青焼き、まあそしたらこうやってね、パーソナルブレイクね、ワンツーマンでお客様とやってた方がまだ精神的にいいですからね。はい、集団リンチみたいなもんですよね、やっぱね、ネットのああいうのって。カラリプね、お、インサートの金だ。山田さんの下。あ、大野さんだ。雄大選手。ですね。で、インサートの金が来たから、通常の金もいるんじゃないかな。まあ、いる可能性の方が高いですよね。現にね。まあ、これもその81分のなんですけど、まあちょっと、うん、銀ですね、うん。一番可能性が高いので、また中日だ。2連続来るかな。あ、中日だったよね。しかも、木下さんだった。おー、ちょっとセンタリングですけど、明かり吹きました。5シリアル。5シリアルぐらいはなんかケースに1枚はほぼいそうですよね。まあただそこからスパフラはどうかというね、あれかもしれないですけど。まあ赤と5いる場合も全然あるので、ケースに。オッズがまあ入力してやってるはずだから、梱包はね。オッズはあるんですけど、記載はないという感じ。どの先さん。村上さん、はい、これで50以下のベースと、インサートの50が来ます。岡本さん、リフ、もう一枚来る場合もありますね。黄色とかがまだ出てないから、早本さんいました。199か、原さん、うん、あ、黄色来ちゃった。
黄色とかグリーンがね、1枚ずつしか出てないとか、もしくはどっちか1枚でどっちか出てないとか、あるとこう、50シリチャンスが、もう一個こうね、発展する場合があるんですけど。まあでも、50と赤引けてますからね。よいしょ。5シリとか引くんだけどな。まあサインも出てなくはないけど。青リフの清宮さん。宮城さん。こうか。はい。ということで、50以下が、50シリのゴールドのインサートですね。タイタンズ。大野さん。中日でしたね。中日ファンの方も結構多いですからね。うん。中日ファンだったらいいんですけど。もしくは、これ、中日ファンの方にトレードすれば、好きなチームの、ね、いいんじゃないですかね。うん。はい。あ !3 の5だ。35。あんまり関係ないけど。うん。はい。木下さんも結構、ね、いつもね、いいとこでね。ホームランは6本だけど、まあ、通算で27本か。生年月日が91年だもんね。うん、はい。ということで、中日の、はい。珍しいですね。同じ球団の50以下がこう2枚。ね。同じ球団だった。はい。じゃあ、こちらでね、発送は明日になります。用品ですよね。忘れずに入れてお送りします。ありがとうございました。